してもう一個ね、これね、オリバーの冒険再び命から、命かながらホコタテ星に帰省したオリバーたちホコタテ運送の社長らから無慈悲な業務命令が下る。それは大破して惑星中に散らばってしまったドルフィン号の初号機の回収だった。ああなるほどね。私はキャプテンをおります。ウィンドウィンド、ドルフィン号の船長だ。ああ、クトゥー。と言って、乗っていた宇宙船は前回の探索で大破してしまった。坂本さんも向いてた。アルフ君たちのおかげで、ホタテ星に帰ることはできたが。パン社長。社長は激怒した。そういうことだ。バカモン、あの宇宙船を捨てるならもったいないや。取り戻すまで帰ってくるな。そんなわけで私とルイ君はドルフィン初号機を回収すると、惑星 PNF404 に参りました。結構なブラック企業やな、相変わらずこの。オリマはマジでなんていうの、別の会社に就職することを私はおすすめするよ。すごくおすすめするよ。ただいま、ピクミンたち。帰ってきたよ。これはあれなんだね。オリマを助けた後の話なのね。かわいい。ケー、アルスピナ。ただいま、ピクミン。同じこと言ってる。オリマとここのピクミンたちめちゃめちゃ仲良しやんな。ずっとずっとここの惑星に来て。絶対ピクミンも、あ、オリマーだーって絶対なってるよ。また来たよ、あいつだ、オリマーだーって絶対なってる。オリマーの冒険、再び。ピクミンを集めよう。ペレット層や原生生物を倒し、どんどんピクミンを増やすのじゃ。ピクミンと同じ色のペレットを運ばせば効率アップ間違いなしじゃん、ワイト。社長。じゃあ行きましょう、レッツゴー。置き去りにしたドルフィン号初号機の回収、それが4度目となる惑星への訪問理由だが、とにかく一刻も早く我が家に帰りたい。それにピクミンたちの協力が不可欠だ。ところが着陸の衝撃で驚かせてしまったのか、チリチリに逃げてしまった。まず彼らを探すことから始めなければ。ワンデイピクミンと再会。ピクミンを増やすには原生生物やペレットも運ぶのじゃ。レディーゴー。集めた、あー集めた数になるのね今度は。なるほど。
おにぎり気づいてたから。よしよし、あっちで寝てね。あ、やばい。よし。なんかピクミンヒュー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 見てたで。どこどこ？あ、そこや。ヒュー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 見てた。よし、いっぱい集めないといけないが、ああなるほどね、なるほどなるほど、こっち側にはいるのか。届かんが、これは届く。どうせも嫌い。なるほどな。1、2、3、4、5。よし、通せんぼじゃないわ。ここに入って。さあ、オリマーにこれ変わって、オリマーでちょっと行かないといけないところがあるから、オリマーで行きましょう。この奥がね、多分、オリマーね。よし、いくよ。1、2、3、4、5。3人いれば向こう岸まで行けるけど、3人はいないんだよね。残念ながら。この下にもいるのか？いるっぽいな。あ、そっか、ここから上がらなくてもいいのか。下から行けば。ああ、いけない、こっちからはいけないのか。
いたいた。帰るべ。帰るべ帰るべ。おい、ついたぞ。ついたついた。オッケー、ミッションコンプリート。ピクミンをひたすら増やすだけって結構難しいな。 OK OK 29 2000いかんかったか。この気持ちは言葉で表現できん社長の感謝と歌を聞かせよう。いけません。行きましょう、レッツゴー。ピクミンたちを驚かせてしまったが、なんとか落ち着かせることができた。しかし初号機ポットの上昇出力が足らず、オニオンとはぐれてしまったのは誤算だった。初号機本体の場所も未だにわからないままだ。凶暴な原生生物が多く不安も募るが、我々のは探索を続けるしかないのだ。あれ、ルーイ君が知ってるよね。確かね、ルーイ君がいたところに初号機があった気がするけど、ルーイは何も言わないのか。